剣行くぜ。伝説が始まる。戦闘セット、レッツゴーオン。伝説が始まる。スターチェンジ。ベースマスターホーソルジャー。本日も古原良久 TV よ。はい、ということでですね、今回もですねヒーローとのコラボでございます。ゴーンジャーにもゆかりのあるこちら大鳥剣役鳳凰ソルジャー南圭介くんです。ようこそ。おはようございます。刮目せよ。いやー、来たかったこれ。南圭介です。よろしくお願いいたします。俺今週この言葉100回くらい聞いた。南圭介さんね。もうとにかく刮目せよと、ね、伝説の男だと。そうだね、ね、はい、砂町マンなんで。そうだね、なんてこった、はい、この4つで、うん、はい、もうずっと生きられますね、はい、ということなんですけれども、はい、まあ実は、はい、もう南くんといったら、ね、それこそもうだってもう15年前に。いや、そうよ、ね、ゴーンジャーで僕がゲスト出演で。そう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 、ね、そうフルートを吹く青年で。そうなんですよ、ね、で、そこからの。いや、そうよ、ホーオーソルジャーですか。そうなのよ。しかも同じ赤ですよこれ。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。いや、ということで、ちょっと今日はもうたくさん話聞けるの楽しみにしてます。いや、本当にその久しぶりすぎて、はい、で、ちょっとめちゃめちゃタイムリーで、はい、誕生日おだったでしょ。そうです、そうです。今ちょうどね、はいはい、昨日誕生日だったんで、はいはいはい、ちょっとよかったらぜひ。というところで。いやいや、マジっすか。いいっすかこれ。いやいや、めちゃめちゃタイムリーで。いや、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。いや、おめでとうございます。何これ、いいんすか、いただいて。はい、やっぱりレッドワインで。おお、マジっすか。いや、ありがとうございます。すみません、宇宙連邦の大統領からこちら、はい、ワインいただきました。ありがとうございます。はい、いや嬉しい。いやいや、めちゃめちゃタイムリーでよかった。めちゃめちゃ嬉しい。そうなんですよ、うん、実はもう本当にね、うん、なかなかお互いスケジュールが合わなくて。そうね、そうね、うん、今回ようやくタイミングだったのが、うん、俺の誕生日の次の日です。そう、逆になんかも気遣わせちゃって申し訳ないです。いや、逆にありがとう。ありがとう。大切な日の次の日も。いやいや、本当に一緒にいてくれてありがとう。ね、ありがとうございます。はい、ということで、じゃあちょっとこれちょっと一回、はい、こちらの方置かせてもらって。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、でも南くん、俺も本当にさ、うん、南くんがフルート青年で出てからの、うん、ね、やっぱホーソルジャーはめちゃめちゃ嬉しかったよ。いや、本当、うん、そう言ってもらえるとすごく嬉しいかも、俺も。ね、うん、出た時、やばいな、この人みたいな。大丈夫、待って待って、俺の知ってる南くんと違うみたいな。ええ待って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 、ショッ、え、改造されたみたいな。俺様キャラでね。そうそうそう、うん、コールドスリープですごい煙くじゃのね、状態で出てきたし。皆さん、伝説のシーンですよ。もう伝説が始まる始まるって言った後、次の言葉何かなと思ったら、はい、伝説が始まる。いやいや、2回同じこと言ったみたいな。ちょっと寝ぼけてたのかもしれない。寝ぼけてたんですね。やっぱ300年の眠りがあったんで。髪の毛めちゃめちゃ長かったですね。もう上向いてる時何も見えてなかったけど。そうそう、大丈夫ですか。いやー、結構あれで立ってとかもあったから。相当ちょっとこの視界は視界不良でありましたよ。ね、そう、あれ巷では今モッフンって言うんじゃない。はい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 、黒モッフンって呼ばれる。黒モッフン、確かに。もうめちゃめちゃモフモフなんだ。はい、モフモフなんで。しかも、はい、刀を一振りしたら髪の毛めっちゃかっこよくセットされて、うん、なんなら上半身裸なんですよ。これどういうことみたいな。しかも終わりの方になったら、はい、これどこから持ってきたのみたいに赤いジャケット着てるんですよ。これどっかから持ってきちゃったみたいな。そうね。いや、あれは結構ツッコミどころ満載な登場シーンだと思うんですよ。いや、でもさ、うん、かっこいいよね。おー、マジっすか。ね、いや、変なやつなんですよ。基本は俺様キャラ。そうね、俺様キャラでね、はい、俺様キャラでちょっと地球を守ったっていう自負がありますから。そうそうそう、先輩としてね。で、もう自分がやっぱ伝説の男だっていうことをみんなで自己紹介するんですよ。なんなら地球のみんなに、うん、ね、聞いてみろとか言うわけです。地球のみんなに聞いたら誰も知らないんですよ。ちょっと時代が300年の300年経ってるから誰も知らなくって、おかしいなんて言って、その後、うん、要は剣が何したかって言ったら、はい、これは何かがおかしいっつって、ジャークマター大学ってとこに行って、ジャークマター大学のその塗り替えたやつを探して、お前かっつってそいつ倒すんですよ。ね、あるよね。ちょっと承認欲求は強めよね。強め、結構ね、強め。キュウレンジャーは出撃する順番を
なるほど、分かります。新庄監督みたいに日ハム の、はい、あのルーレット、これ吹き引きのあれで決めるわけですよ。シフト制なんですね。そう、はい、シフト制で、それを南君、要は剣が途中で奪っちゃうんですよ、はい、で南君自分出てないのによし俺についてこいとか言って、もう全然ルール無視したりとか、もうなんかね、いろいろとぶっ壊していくキャラですよね。そうですね、もうなんか自分がルールだみたいな感じでやっちゃうんですよね。ツッコミがすごい、やっぱツッコミどころが激しい、はいはい、そしてやっぱね、同じ色だから相反するのかな、うん、最初はやっぱりレッドとやっぱこれね、全然あ反りが合わないんですよね。そうね、まあ確かに ね先輩ちょっと俺様キャラでもあったし、ちょっと先輩風もちょっと吹かせるところあったから、なかなかね9レンジャーメンバーにね。でもそのね、偉そうなところとかもよくよく見ていくと、なんでかっていうのが分かるんですよ。なんでかって言ったら、もう俺の盾になるみたいな結構ひどいこと言うんですよ。でも俺の盾になれって言って、実はメンバーから嫌われて自分の戦いに同行させないように剣はしてたんですよ。なぜかっていうと、クエルモっていうね、要は一緒に戦ってた、しかも波川大輔さんですよ。そうだね、スピードル、俺の相棒も波川大輔さんですよ。そうだ、そのクエルモっていうカラスのね、戦士がいたんですよ、うん、その戦士が死んじゃったことをトラウマに思って、自分がそのクエルボとかといたことによって要は殺してしまったと、うん、悩むからこそ、うん、キューレンジャーを冷たく突き放して自分の戦いに巻き込ませないようにしてたっていうところまでが剣のすごいいいところ。うわすごい、めちゃめちゃ見てくれてるじゃん。いやいや、ありがとうございます。だから俺はもうあのシーンとかも激泣きだよね、本当にね。それは嬉しいね。いや、やっぱ自分の中とかで、やっぱ結構いろいろシーンあると思うんだけど、一番印象に残ってるシーンどこですか？うわぁ、そうね、まあ確かに、まあ最初の入り口もまあちょっと結構いいかもしれないけど、でもなんか、やっぱそのフラグも言ってたように、こうどんどんやっぱ仲間意識が芽生えてくるんだよね、キューレンジャーメンバーと。で、やっぱその最後の戦いに行くにあたって、やっぱね、ラッキーとこの戦いが終わってもずっと仲間でいてくれるかっていうセリフがあるんだけど、そこなんか、泣ける。うん、非常にこう2人だけのシーンだったんだけど、なんかこう、グッとこう、距離感、温度感っていうのが、こう通ったシーンになったなっていうのはすごく覚えてる。いやもう泣けるよね、本当に。だってもう入りがあの形だったから、うん、さらにね、うん、そこからやっぱその仲間になっていく過程だったりとかもすごく良かったし、うん、そうね、そう、そもそもね、はい、じゃあそのね、大鳥剣にどうやってなったのか、はい、おう、やっぱこれみんな気になるところだと思うんですよ。だってゴーオンジャーが15年前で、キューレンジャーが6年ってことは、この空白の9年くらいあるわけですよね。そう、あのだから言うなれば、ゴーオンジャーに入っててもおかしくない年齢なんですよね。え、ちなみにオーディションは受けてましたか？受けてた。に、あ、そのゴーオンジャーの前の冒険者を受けた。ちょっと待って、俺も冒険者から受けてる。マジで？俺冒険シルバーも受けてたし、それでずっとあのブルーで残ってで、うお、マジで三上くんの位置。そう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 、はいはい、なんか当時なんかね、もう最後の最後なんかこうダブル戦隊というか、もう5対5みたいな感じだった、うんうんうん、でずっとそのペアは変わらずでやってて、うん、でもどっちかみたいな、すごい感じのオーディションすごい覚えてて、じゃあもう三上くんと競り合ったんだ、その時は。そのチームとまた僕ら違うチームとっていうところ、違うチームにいたから、だからその違うチームにいたメンバーを探し出したいみたいな感じがあるんだけど、そう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 、なるほどね。そう、なんか一人はうちのもしかしたらやってた、うん、そのレッドが、うん、岩永くんだったんじゃ、広明さん、バースの、だったんじゃないかって話が、キューレンジャーの映画の、うんうん、あのスペーススクワットの映画だったんだけど、それで話した時に、いや実は受けててって話して、マジで？で僕も、ね、僕よりも背が高い人がレッドにいたイメージがあるから、じゃあ今永さんだったんじゃないですかねみたいな感じで、今2人の中ではそこで収まってる、あの時。そうなんだ、うん、いやすごい、ちょっと待って、じゃあちなみに今まで受けた戦隊とかライダーとか、はいはい、何個くらいあるんですか、ぶっちゃけ。そこでちょっとその後に、うん、あのテニスの王子様に決まったから、はい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 、ちょっとそこから、うん、あのレンジャー戦隊系っていうところにこうなかなかご縁がなくて、うん、あれちょっと待って、はい、質問、うん、え、拷問をやってる時ってもう手塚やった後じゃないの？あ、そう、手塚やった後だよね。そう、手塚やった後だよね。そう、押すだよね。そうなの、だから、そう、だから拷問者のオーディション受けれなかったの。そういうこと。そう、え、じゃあ5は、あの、追加選手を受けた？追加選手も受けてない。受けてない。あ、そうなの。そうなの。そこでその半年後にテニスの手塚役で決まったから、うん、そこからそう
そっとそのテニスでっていうところの流れになって、はい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 、そう戦隊ライダーのオーディションなかなか行けなかったの。え、じゃあさ、最後そう再開したのはどっかのオーディションは？で、そこで、1回実はダブルも実はダブルも1回行ってる、うん、マジで。ダブルも行って、最後その戦隊のそのキューレンジャー前に特急ジャー、うん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 、特急ジャーの追加戦士6号で、そうオレンジだ、そう、はいはいはい、そこでまた行かせてもらって、うん、そうで、そっからのキューレンジャーの、あ、なるほどね。じゃあ全部で何回受けた？え、全部で3回、4回目、キューレンジャーの4回目。うわ、そうなんだ。じゃあそうよ、ケイちゃんも割と苦労した、長かったね。そうよ、だって10年越しで、まさか30を超えて何歳あの時？32。うわ、マジで。そうだから、これちょっとマジで言いたいのは、みそじ戦士のこうなんか先駆けな気がしているんですなるほどね、みそじ戦士の先駆け、はい、結構今多くないですか？確かに確かに。でしょ？確かに。そう、多分僕から始まってると思いたい。なんて言うんだっけ、そういうの、マイスターじゃなくて、なんて言うんだっけ、なんかそういうの。最初に。パイオニア、そうそう。みそじ戦士のパイオニアってこと？と思ってるんですよ。トンブラとね、キングオージャーはその、みそじ戦士のこの、絆みたいな、バトンタッチみたいなのが描かれてて、はいはいはい。それは楽しみと思いながら。みそじ戦士のパイオニアは、初期、きついな、まだキャラが。そこから次、行きづらいな、みそじ戦士。ちょっとやっぱ今ドンブラね、はい、キングオージャーのそのみそじ戦士の流れが強いんであれなんだけど、ちょっと遡るとあれ、キングオージャーの南くんからじゃないのっていうのはよく考えたら、はい、ぜひ古原くんのね、この TV ご覧の皆さんにはちょっと覚えてていただきたいなと、皆さんぜひこれ覚えててください、はい、まあ、これでも一応自称ではあるんですけども、わかんないんだけどねそうと言われているみたいな、その文献みたいなもんですから、そうだね、はい、ただもしかしたらこれも地球の民と一緒でみんな忘れてるかもしれない、記憶を。本当本当にね、うん、6年だけど、あっちは300年だから忘れるのは当たり前だけど、6年でも忘れてる可能性が割とあるかもしれないけど、で、このね、大鳥剣っていう人がもう本当にすごくて、そう、これは僕なりにちょっと まとめてみたんだけど、まずこれ地球人初の、うん、まあ、いわゆるこの外宇宙探索にまあ挑戦した人、うん、はいはい、地球人で、地球育ちでの地球人なんですよ、なのにあんなに強いんですよ、しかも永遠の力持ってたりとか、この永遠の命をジャークバターのドンのドンアルマゲを倒すために永遠の命を使って倒した男なんですよだから向こうのドン一回倒してる。そうなんです。だけども何回も出てくるの、これどういうことなのと思うじゃん。いっぱいいるよドンアルマゲが。でしかもこのドンアルマゲ憑依型で、これ結構めんどくさいよまだね、はいはい、で、まあ、不死身の男だったのが不死身じゃなくなっちゃって、はい、ラッキーからお前いい加減にしろって言われるわけだお前はもう不死身じゃないんだから不死身の時と同じ戦いをするなよみたいな、あのシーンとかも割と好き、あ、ありがとうございますだったりとかする。友情がね、ね、よかったね、守るべきものと、はい、うん、で、やっぱり何より、うん、この宇宙を一つにまとめ上げたこれ初代連邦の大統領、はい、だから大鳥剣ってめちゃめちゃすごい人なんだよね。ありがとう、ありがとうね、うん、なのにあんな変なキャラなんだよねそうね、ちょっとやっぱ時代もあるのかな。そうだよね、うん、で、やっててどうでしたぶっちゃけ。まあ、そうだね、最初台本見た時どう思います？そうね、あ、いや、まあかなりその俺様感はやっぱり強いしまあでもすごくこう分かりやすいセリフとかもあったから、まあそういったセリフをこうどういうふうに効果的に、うん、伝えていけたらいいかなと思ったしやっぱりその同じページの中にそのなんてこったっていうセリフだったら、はいはい、なんてこったが同じ1ページの中に4回くらい出てくるんですよめちゃめちゃ出てくるじゃん。でもいろんな喜怒哀楽のなんてこったをこうはい、はい、言わなきゃいけないとか、だからそういったなんてこったって一瞬入るあれ、そうそうそう、あのカットインするなんてこったいらなくいらないだろみたいな、驚きのなんてこったとかそうそうそう、悲しみのなんてこったとかあったね。ちょっと驚きのなんてこった一回ちょっとカメラに向かってやってもらっていいですか。なんてこった、あ、出た、これだ、これこれよこれ。ちょっとじゃあ他の4つの、うん、あと3つあるですね、はい、あの喜怒哀楽の、はい、じゃあ木のなんてこった、なんてこったじゃあどのなんてこった、なんてこった、おお、怒ってるね。はい、じゃあ悲しみの愛のなんてこった、なんてこった、おお、やばいやばいちょっと楽のなんてこった、楽のなんてこった、なんてこった、違う、言ったことない、言ったことない、見たことない、やったことない、見たことない、今のは南のなんてこった、南のなんてこったオリジナル出ちゃった、はい、はい、じゃあちょっと他にもね、はい、やっぱ共演者の方の第一印象とか、はい、やっぱ思い出とかって何
もうね、多いんですよ、9レンジャーって。そうね、人数が最初9人かと思ったら12人まで増えるっていう、マジで。そうね、最後12人12人目なんだよね。だからあのスカイブルーとかやっぱ出てきた時にはもう追加されないんじゃないかと思ってて、オーディション前に見てたから、あれこれ何色で追加されるんだろうっていうちょっと不安はずっとあったね。赤ですよね。ねえ、びっくりした、ね、しかもさ、あのスカイブルーって子グマね、うん、あの何歳ですか、あのって中学生小太郎12、3歳だったんじゃないかな、当時。12、3歳か、うん、すごいよね。そう、あの年でヒーローに選ばれたらもうマジで学校でヒーローだよね。いや、本当よ ね、うん、でもやっぱ一番その印象に残ってる共演者との思い出とか言ったらやっぱラッキーとか、まあそうだね、やっぱそのラッキー役の木槌とは今でもめちゃめちゃ仲いいし、多分本当一回り違うんだけど親友のように、うん、だってさ、この間さ、南圭介のプロフィール木槌になってなかった？そうなの、ね、めっちゃ面白かったんだけど。で、南圭介のプロフィールなのに画像が木槌匠なんですよ。なんか仲良すぎて、一緒にすぎてもう AI レベルでそうなったのかなと思って、思わず木槌君にも言って、まあ公にもつぶやかさせてもらったんですけど、 Twitter 見たけど爆笑でした。あれあれめっちゃおもろかったよ ね、もう初めてで、ね、今もまだ変わってなかったけど、あれバグじゃないんだと思って。バグじゃないんだ、もうそうなんだね。はい、最初の出会いはやっぱあのメイクルームにこうなるわけだね。はいはい、そうそうそう、おーやべえ強烈。そうそうそう、サスラオレンジの岸君は、はいはい、あの共通の人もいたから、もともと初めてそこで会ったけど、うん、すごいこう向こうからわーっと話しかけてくれたりとかして話して、うん、でその木槌はもともと人見知りっていう話もあって、はい、でそのメイクルームだし朝早いじゃん、はいはい、こうすごいもう誰が来たみたいな、もう多分認識されない感じのこう感じで来たから、なんか俺もすごいなんかなんか威圧されてるみたいな感じで最初入る。木槌君めっちゃ目キスるといやみたいな、あれみたいな感じでそう来て、うわ、え、大丈夫かなと思ったら、で、ゆくゆくはちょっとあの時はちょっと朝でちょっと目、なんかコンタクト、その目のコンディションが良くなくてみたいな感じで、そう、そう、って話してて、そうそう。で、そっからやっぱりこう1年かけて、そうだ、同じ時間を共有したし、で、本当もう今、木槌も初め、もう全員と今も。プライベート仲いい。ああ、そうなんだ。修練でもなんかすごい人数が多いから、うん、大変なこともあったんじゃないかなって思うけど、どうだった？いや、まあ確かにその撮影はね、こう朝早くて、まあいろんな場所にロケ地に行ったりとか、うん、そういったところは大変はあったけど、でももうなんかもう横のチーム感で、うんうん、もう一回も喧嘩も多分なかったし。そうなんだ。ファイナルライブツアーも含め、うちは結構かあの年齢がだんだんとなってて。あれ待って、一番下の子が小熊の。そう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 。そう、コウタロウでしょ、うん、あ、次はで次が、ラコちゃん、そう、ハミのラコちゃんが、そうだね、当時だから19とか、うんうん、おー、うん、ナーガとかも結構若そう。そう、若い若い、うん、20代前半で、うん、そう、当時21、2とかで、うん、そう、で、キズチも20、21とかで、うん、で、そっから、あのオレンジ騎士くんが20、当時は6とか、あ、そうなんだ、5、4、4、5あたりか、うん、中盤で、で、その後半に坂木原哲司がいて、うん、で、30超えて南がいるみたいな。そうだ、ちょっとこう、階段があったから。なるほどね、うん、じゃあさ、もうさ、現場では一番お兄さんじゃん、そしたら。そうなのよ、ねえ、そうなのよ。うわ、緊張、やだな、俺一番上ってやだな。あ、でもちょっとそれ、その気持ち分かる。いや、俺もその、しかも追加じゃん、うん、だからその出来上がってるところに入っていくからね。そう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 、だから絶対その最初からいたメンバーもやっぱ構えると思うんだよね。構えるよ。なんか同い年ぐらいの子が入ってくれたらさ、うん、なんか友達感覚でわーってなんか逆にこっちがね入れようみたいな感じになるけど、いや先輩入ってくるんだもん。もう本当にもう後輩の気持ちに入ってました。ああ、なるほどね、うん、もう本当にもう9レンジャーはもうみんなが作ってきたシリーズだから、まあ、もちろん年齢とある上だけど、うん、もう後輩の感じで、はいはいはい、許せますみたいな感じではもう入ろうと思って。ちょっと待って、これ聞きたいんだけど、うん、あのさ、顔合わせ事前にあった？みんなと。事前になかった。もうってことは一番最初このロン毛？そのね、やばくない？マジで。じゃそれはさ、やべえやつ来たなってなるわな。やばそこがそうクランクインだった。やば、あれでみんな初めまして。あ、初めまして。やだー、はい、絶対やだハミー役のラコちゃん、うちのヒロインとの初めましてはもうジョーラよ。うん、ああジョーラのシーンが始めましたよ。やばいやつ来たってなりますよね。いや、もうそうだよ ね、危ないよね、うん、最初のインパクトやばいね。やばいよ ね、うん、大丈夫、ハミー引いてなかった？いや、だもうそろりともう忍びスタイル、逆に忍びスタイルで忍びスタイルで、はい、もうそろりとこの
私はもうこういうものですと、もうフルオープンで、まず自分がもうフルオープンで、なるほどね、先に心開いて、そうそう、もう私はもうこういうものなんですよっていうのを提示してから、もうどうですかと、そう、私はこういうものなんですねっていうところから始まって、めちゃめちゃ下から行くじゃん、すごい、そろりそろり、そろり、こういうところに興味持ってくれたんだ、あ、ちょっとこういう話で盛り上がっていこうみたいなところ、あ、こういうところに興味持ってくれたんだったら、そう、ここでじゃあ、ちょっと距離を詰めよう、このタイミングだと思って、距離を詰めた、みんなロケバスでさ、座る位置とかも大変じゃん、人数が多いから。あ、そうそう、なんとなく位置決まってんだ、やっぱ。あ、決まってきた。決まってる、決まってる、うん、俺は大体いつも一番後ろがいいから、はいはいはい、俺とうっすが大体いつも後ろで寝たりとかしてるんだけど、うんうんうん、どこだったのロケバス。俺もあれ、ちょっと待って、俺も最初一番後ろに用意されてて、うん、途中から前の方に、途中から一番最後一番前だったなんで何があったのこの、あれなんか足軽みたいなポジションにいるんだから胴前に来たの。あの、俺気づいたら一番前に、一番前にいる、シルバーはこれで一番前にいるんだ俺ね、山崎一番前に、何なんだろうね。あ、ちょっとその小太郎くんともこう話したりするから、なんかそういった時もあって前に座ったりとかもあってみたいな。小太郎くんとのシーンも良かった、うん、あのね、ネジを巻く回があるんですよ、時計9玉っていうのがあって、この時計9玉を、うん、ね、やっぱその、ゼンマイが12個あるから最初 2,3 人でやったんだけど、これ間に合わないと、うん、だから全員来たら1人1個ずつ回せばいいじゃないかってなったら、おのおのの、要は自分が前に戦ったやつだったりとか、ちょっと床になるやつが出てきたりとかして、小太郎がお母さん出てきちゃうんですよ、これ。で、お母さん出てきちゃって、で、これネジを回したりとか、要は倒したりとかすると消えるんですよ。ただ小太郎はお母さんにずっと会いたかったんですよ。だからこのネジを巻いちゃったりとか、敵を倒しちゃったら消えちゃうと。そしたら剣が言うわけですよ、お前はどうしたいんだって。そしたら小太郎が、本当はお母さんと一緒にいたい、だってめちゃめちゃ久しぶりに会ったし、お母さんと会いたくて会いたくてってずっと気持ちで来たのに、うん、ね、でも小太郎が最後に、僕は邪悪マッターを倒したいって言って、自分の思いを断ち切って、相手を倒してお母さんが消えるとき、最後ギューって泣く、もうあのシーンめっちゃ泣けるよあれいや素晴らしいですね、いや素晴らしい素晴らしいねいやずっとなんかもう映画もうそう浮かぶもんね、すごいね、うん、ごめんね、俺なんかもうこの話するとさ、一生終わらないから、いやいやすごい、早くしろって言われたから、いやいや、ずっとし、いや、全部いけそうな気がするね、その、うん。大河ドラマとかには出たりとかやっぱしてるじゃないですか。ああ、そういう、あの、キングクルーにちょっとね、ワンシーン、ツーシーンとやらせてもらって、ね、そうそうそう、はい、どう決まったんですか、あれ、オファーですか。あれは、その、あの、監督さんと、うん、あの、ちょっと親しく、いいなぁ、もう、俺とさ、NHK さんを、ほんと、十何年関わってるけど、うん、いや、そうよね。一回もまだないんですよ。だってね、だって NHK 出たい出たいいや、それはだってでも NHK さんとのあれがあるから、うん、多分でも役者って思われてない、あの、旅人だと思われてる、そう言ってるけど旅人だと思われてる、で、海外めちゃめちゃ行ってるでしょいや、海外めっちゃ行ってるけど、ね、そう、あ、だから、そう、南くんも、そうなん、海外の、そう、あの、世界遺産検定マイスターを、おめでとうございます取得されて、取得されまして、はい、ね、じゃあ、その話さ、ね、あとでちょっと、うん、え、いいですか、改めて、じゃあちょっとそれは南圭介くんのチャンネルの方で、僕の方で、僕は南しばらく旅に出ますという、はい、あの、静かに始めた YouTube あるんですけどそれに、え、いいんですか、それもちろんです、もちろんです、一緒にその世界的な話、もちろんです、あ、マジですか、ただ行ってる世界がちょっと違うかもしれないですけど、いや、逆にそういう話を聞きたいかも、なんか別の、それこそさっき言ってた、うん、ほら、宇宙がたくさんあるって話あったじゃないですか、そうそうそう、世界もたくさんあるんで、いや、間違いないのよ、そう、その世界遺産も僕一個だけだって言ったことあると思うんですけど、あ、そういう話も聞きたい、ぜひぜひ、じゃあそれは南圭介くんの、はい、なんていうチャンネルですか、あ、南しばらく旅に出ます、南しばらく旅に出ますの、はい、チャンネルの方で見てください、 ありがとう、嬉しい、はい、あ、初コラボだ、嬉しい、はい、ありがとうございますということで、じゃあまあそれはそれで置いておいて、はいはい、引き続き募集した、はい、この質問なんか、はい、ちょっと行きたいなというふうに思ってるんですけれども、はい、じゃあこちらにね、何個あるんですけれども、はい、竹本監督との、ああ、それこそご恩のね、僕らの会でね、そうそうそう、僕の会でやっていた、その竹本監督が、ツイッターのやり取りで、放送数年後にダブルレッドだと思ったら実はコンだったという事実、これどう思いましたか。これもずっと俺は言い続けないとダメですわなるほど、言い続けてください、言い続けないさっきの味噌汁選手じゃないけど、はい、あ、これも追加ないわ、オーディションはマジであるのかってのは不安だそっちね、これは国馬くらいでめちゃめちゃいるからね、そう、覇気で殺してる覇気で倒すっていう、ね、史上初のダブルレッドセンターに出ちゃったからやばいじゃん
あれみたいな、その時にいいじゃん、あれうちらはみたいな感じになっちゃったの。 そこでもう色を失ったもん。そうだね、ルパパとかね。刻まれました、刻まれた赤と皆さんね、赤で、赤でね、ダブルレッドで、ダブルレッドで、はい、挽回していきましょう、挽回していきましょう、はい、行っていきましょう。ありがとうございます、はい、じゃ古原康久 TV これからも活動する、チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。